衝撃のクライマックスを再び、鉄砲水の末脚、アクアミラビリスの吉村調教師です。よろしくお願いします。G1 漢字一文字というのをやっておりまして、東スポ専属評論家の中村仁志先生に今大事を書いていただいているんですけど、今回、オークスということで、美しいという文字をちょっと考えてきたんですが、先生がこれまでご覧になられてきた、もう何百頭何千頭とおると思うんですが、馬の中で印象的に残っているこの綺麗な馬、美しい馬というのを見ます？そう、いますけどね、ちょっと急に振られてもちょっとあれ、そうですね。いや、どうですか、先生は馬のタイプとして毛色として好き嫌いとかあります？僕らどうしても素人やから黒影の馬とか見たら精悍でかっこいいなとか思ってしまうんですけど、特にあれですけどね、やっぱ影が一番あるかな、僕は。影馬ってでも結構こう明るい影馬とか、そうですね、ちょっとね、まあ、ちょっとやっぱ明るめの影馬の方がお好きなんですね。でもこの美しさという意味で勝ちっぷりもそうですけど、アクアミラビレスの2走前はもうまさしくまあ美しいというか、そうですね、素晴らしい勝ち方演じましたけど、前走なんですが、まず大箇所、ちょっとその末脚が鳴りを潜めた感じがありましたけれど、振り返っていただけますか？あの日は、ね、結構もう馬場は考えると前目につけなければという、流れでしたし、ジョッキーとも話して、出るようだったら無理に下げないという、ジョッキー言って、もし出遅れだったらもう前走みたいな後ろから控えていくっていう作戦立てたんで、すんなり出てくれたんでね、控える必要もないって思って、あの位置で競馬したって、ジョッキー見てたから、それは間違いなかったと思ってますし、ちょっとあの3コーナーで結構ごちゃついたんですよね、かなりタイトなシーンもあって、それでちょっとハミも噛み出したんですけど、気持ちも取り戻してくれて、折り合いもそこまで書くようなところはなかったんですが、伸びきれなかったっていうのはありましたけど、そこまで僕の中では今後にこうつながってくる競馬になったんじゃないかなと思ったんですけど、引っかかる内容ではなくて、そうですね、フェアリーとかはもうあなたらも引っかかりっぱなしだったから、それを考えるとやっぱり折り合いもまたついてましたしね、これは全馬に共通することなんですが、まずは距離という2400m に伸びるというところ、今折り合いという言葉もありましたけれど、そのあたり距離はどうでしょうか？距離はね、もう本当ね、初めてですしね、ですけどね、でも全く持たないというふうには考えてないですけど、折り合いさえつけばという、そうですね、いわゆる内臓面というか、その体質、馬的には本当は本来こなしそうな感じですか？血統とか考えてもこなせると思いますけどね。さあ、そしてこれはアクアミラビルス自身の戦いになるかと思うんですが、馬体重なんですけども、丸2週間単競牧出して、戻ってきて体も回復してますので、その辺も見ながら調整はしてますんで、なんとかね、回復させて出走できればと思ってますけど、できれば前走より増えてることが、ね、そうですね、前走減ってましたからね、エルフィン買ったぐらいに戻せればなと思いますけどね、今先生の話聞いてると、僕らなんとなくやっぱりあのエルフィンが鮮烈すぎましたから、ああいうレースになるのかなというふうな感じではなさそうですね、先生の。いや、もうジョッキーもね、藤岡ジョッキー初めて騎乗になるんで、ですけどね、距離も考えて、やっぱり控えて競馬しようかなとは考えてますけどね。あまり極端になるかどうかは、もうゲート出てからということですね。本当ですよね、考えててもその通りいかないですし、スタートも抜群に出ることも考えられますので、そうなるとまたプランも考え違ってくるでしょうからね。考えてる通りになったら全部勝ちますもんね。さあ、それではアークマの皆さんに最後抱負をお聞かせください。お箇所はいい結果も出せなかったんで、体も減ってしまいましたしね、なんとかいい調整して
オークスでいいレースができるように頑張りますので応援してください。お願いします。吉村調教師でした。ありがとうございました。